半前岩先生です。ちょっとね、カメラがこちらの方を故障しておりまして、左のパソコンの方が動くんだけど、こちら音声はね、感知できるんですけども、カメラがね動作しないんですよ。そんなことでね、音声だけになってますけど、本当ね、新しく改良してですね、このように分析を多くしましたら、5分ですね、この下からダウンロードできる5分のインジケーターで稼げるようになりました。ずっとかじゃないけど、一時かもしれないけれども、5分足ね、15分足ももう8年勝負でしても嫌になりました。稼げないんで、なんかあるとは思うんだけど難しいんでね。で、5分のね、バイナリーオプション、そのシグナル通りに投資させるということでね、この設定を調整できるようにしてやったんですね。で、新しいね、インジケーターの、これ皆様の方に供給するかどうかわかんないんで、私の敵になってね、妨害にするための資金源に使おうということになるんで、なかなか難しいんだけどね。人間敵と、上の能力者っていうのは人間は全員敵として動きますから。で、追加しました、これ。これとこれとこれね。で、これとって144360180ね。3つありますでしょ。で、この3つのパーセンテージを 55% 以上のね、にしてます。最近、そして最近、ちょっと広めた最近、それと全体ですね。これはそうですね。終盤までの、ね。で、モード1ですね。やってます。ここに、ね、ハイアンドロの 5M とか出てきますけど。それで、これ難品なしね。で、これ、ツルーはね、これは土日なんかの分析しないということですね。あと朝5時から9時までの間分析しないよというふうにしたいときはゼロにします、ね。今は分析、全部分析しちゃいますよということですね。だから晴れの時を追い出すことはできないんで、これをゼロにしていた方がいいかもしれませんけどね。というふうに設定値ね、こう増やしました。これは 55% 以上の勝率ね、この3つの全部が 55% 以上じゃないと、この赤文字でシグナル出させませんよというようなことです。で、これは投資数ですね。投資数。ね、になるわけですね。以上ですね。で、こんな風にして、で、7通貨なんだけど4つも出てきまして、これがね、何時間も続いてる間はね、白文字でずっと永遠に勝ち続けてるっていうことなんです。この表示がね、切れちゃなくて赤文字にならないで勝ってるときはね、トータルでは稼げてるということですね。だからこの表示で立ち上げといて、何時間か置いててまだずっと白表示かっていうのを見てますとね、実際に勝ったか分かるということです。この表示がついてる限り稼げてるということですね。だから3時間もこの表示が続いてたら、3時間全部勝ち続けてるってトータルだね。で、儲けられるってことですね。で、すぐ切れちゃったとか、1時間でね、これ、こんななっちゃった時、赤になっちゃって、は負けてるってことですね。投資中でね。そういうふうになりました。設定値は先ほどお見せした、もうですね。
はい、私は2016年ゾルトレーダーのバイナリーオークションにおいて日本一から世界一なる1億円近く投資を知っておりました。世界バイナリーオークションのスペシャリストの半前山先生です。今回は自分足で稼げなく8連敗となって、それじゃあちょっと5分のバイナリーオークションで稼げないかということで、バージョンアップして追加しているものです。現在はまだこのバージョンアップは提供しておりませんけれども、購入者には提供しようと思っています。サンプルではちょっと提供できるかどうかバグ取りがありますのでね、であと人間は上の能力者に対して敵として判断するので、購入を控えます。その関係で人間たちがいいインジケーターだとしても買いませんのでね、敵として考え利益を上げないようにするために人間一同一致して、ね、買いませんので、一応発表ということ買わないときは発表ということでね、私のパテントということでね、紹介してます。人間たちが盗みに来ることもございますのでね、そういう関係で保安のためのにも重視しております。そんなことで半間岩尾先生でした。どうもありがとうございました。